ていただけると助かります。期日はまだ最終的には決まっておりませんが、2月の前半、2月の初旬に期日を入れる。それから判決の言い渡し期日は、これも最終的には決まっておりませんが、もう3月の末ギリギリに入れるという方向が示されました。警察の方から検事の方にこの供述書などの証拠が送られてなかったことが分かりましたけれども、その点についてはどう思われますか？ああ、やっぱ滋賀県警はそういうふうな汚いやり方をするんだと、自分たちの都合の悪い証拠は今まで隠してきて、こっち側が証拠開示をしてきても全然出さないと。ほんでまだまだたっぷりあると思うんです。でちょっと不安ですが、まあ、当時あったことは全部私が分かっていることなので、それを正直に述べれば、まあ、裁判所なり検事も、まあ、内容的には分かるのじゃないかなと思っているので、その時の状態をよく思い出して話したいと思っています。冤罪に巻き込まれ、いろんな人と接し、いろんな支援者がいてくれ、でいろいろ勉強し、まあ、私にとっては、まあ、この冤罪で得られた部分もありますが、冤罪で失った部分もあります。両親はその部分に対しては本当に苦しんできたと思います。